えー、おさんありがとうございます、えー、Q&A はです、ね、ぜひ懇親会の際にです、ね、あの講師を囲ってです、ね、あのいろいろとお願いいただければと思っております。はい、ではです、ねえー、ここからです、ねえー、ライトニングトークの時間を15分ほど設けたいと思うんですけどこの中で,です、ね、飛び込みで、えー、とライトニングトークをしてみたいという方今したらぜひ挙手をいただければと思いますけどいますか、今日やってみたいという方。方 ですないですかね <laughs>。ではですね、えっ、ー、と今回ですね、えっ、ー、とライトニングトークをですね、まず NGX インクのですね田辺さん、えー、にお願いいただければと思います。はい、では田辺さんお願いします。はい、皆さんこんにちは。えっ、ー、とはい、田辺と申します。よろしくお願いします。えっ、ー、と10月からですね、NGX のジャパンであのプリセールスのエンジニアやっております。えー、よろしくお願いします。 お願いいたします,、はい、すみません、改めまして田辺です、よろししくお願いしますで、今日ネタとしましてはです、ね、エンジェクスとアパッチのウェブサーバーのざっくり比較というのをです、ね、ちょっと持ってきましたで。そもそもこの比較必要なのって僕はちょっと思ってたんですね、個人的には。で、わ、まあ、割とここ入った新しいですし、まあ、どちらでもこうあったものを選べばいいし、あのなんていうんですかねあの、どっちもいいとこあるしっていうところなんですが、まあ、 立場エンジン X の方に来てしまったのでどうやってエンジ X を選んでもらうかというところを一生懸命今考えているところですね。で意外とよく聞かれます先週あのイベントでブースに立ってたんですけどもアバチとどう違うんですかとかどこがいいんですかみたいなことを結構まあ聞かれて意外と皆さんそういうところを比較されるんだなというのを思っているのであの思ったので、まあ、カードとしてこうぜひこれを持っておかないとで。自分はこっちがいいとかですね、まあこれ こっちは適してるとかって思うんですけども人にですね進めたりとか人を説得したりという時にまあ必要な情報かなとで私自身模索中なんですけども、まあ、是非ご意見とかですねご経験があれば教えていただきたいなというふうに思っております、はい、で、まあ、私の言いたいことは大体終わったんですけど <laughs> まだちょっと時間があるみたいなので、えー、引き続きちょっと自己紹介であの、まあ、プリソーシスのエンジニアをやってるんですけれどもまあもともと まあ非常に初期のウェブのです、ね、何でもやから始まって、まあ、マイクロソフト系のアクティブディレクトリーとかパーシェルとかやってて、でその後モバイルの方に移って、ですねで今、ウェブ系に回帰してきたといったところです、ね、まあ、非常にこうあのその昔、僕が一生懸命ウェブをやってたころに比べて、景色が変わってて、ですね、まあ、非常に面白くし、し戸惑っているし、学ぶことがたくさんあるんだと思ってます。私、昔、ですね、まあ、こういう本を、はい、出しました。 あの簡易訳っていうところなんですけどもアパッチハンドブックこれ97年発行なんですね初版初版持,持ってますか皆さん生まれてますか <laughs> 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 大丈夫大丈夫この頃に比べたらですねもうこれウェブ1.0の頃なんですけどまあ随分変わりましたよねであのまあその頃もですねアパッチってすごい最,最先端でパッチだらけでなのでアパッチっていうぐらい のそういう名前を付けたっていう、本当ですよこれ、えー、そういうぐらいの名前だったんですけども、もう今やもうあの、なんていうんですかね、誰もこうあの否定する人のいないです、ね、あのまあ、一番のウェブサーバーになって,なってきたんですが、えー、と今、エンジン X、これ、先ほどもちょっとあ,ありましたけどニュースで,です、ねまあ、40%超えというところで、えーまあ、いろんな、あの 調査はあるんですけども、まあ、かなり本格的に導入されてきたかなというところを思います。で、まあ、どう違うのっていうところで、アパッチはもう95年に登場して、ずっともう20年以上ですね、まあ、ウェブの世界を支えてきたもので、まあ、いい意味で枯れきっていると。で、今の現在のバージョン2.4も2012年ですし、えー おそらくですねこれからこう新しい機能をどんどん追加するということはそんなにないんじゃないかなむしろこう安定させて安定させて、えー、もうマイナーバージョン今37だしずっとやってるっていうところですねそれからもう45かもしれませんけどランプっていうです、ね、あの <laughs> の重要要要素だっただからまあまあ私の個人的なイメージではちょっとウェブからのセンドメール的なですねあのもう必要なものを言われたものを全部入れてですねちょっとこう重厚になってしまったかなっていうところがあります でも全然あの現役ですと。でそれに対してエンジン X はですね、まあ C 点系あのクライアント百えっと1万台問題っていうものを解決するために生まれたと言われていて2002年21世紀になって登場したものですので今風のウェブに対応していて早く効率よくというところになってます。これ何時まででしたっけ 20,？20分ぐらいもう5分過ぎた。あす。 でまあ、よく言われるのは速くて軽いというところですねで。パフォーマンスどうなのというところなんですけどもいろんなこういろしあの検索したりすると大体まあ2倍速いとか2.5倍速いとかこういうところが出てきます。はいでえー、とあくまでこれあのスタティックなコンテンツで、まあ、動的コンテンツだとなかなかそう簡単には比べられないと。でもうちょっとですねあの具体的に調べあの計測したものもあってそれだとやっぱり。 それでもやっぱりですね2倍近くですね CPU、それからメモリともに軽いというようなことになっているので、まあ、軽いと言っていいんじゃないかなというふうに思っております。であと個人的にですね非常に興味を持っていてこれからちょっとウォッチしていきたいなと思っているのは NJS というですね NJX の設定の中で使える JavaScript。これスクリプトでこういろんなこう 実態とかですね、もっと言うとそのあの、なんか、物を返したりとかっていうことができるとで、ログフォーマットをカスタマイズしたりとか、まあ、いろんなロ労働バランシングのです、ね、独自のアルゴリズムを作ったりとかっていうことに使えるらしいですね。Node.js の機械とかそういうんじゃなくて、あくまで Web サーバーの中、e n g i n x の,その設定であるとか、動きをコントロールするための JavaScript のサブセットですと。で ちょっと私アドベントカレンダーというのを見つけたので、の <laughs> なるほど、見つけちゃいました <laughs> ちょっとなるほど先に言ってしまいました、ごめんなさい。<laughs> <laughs> そこにネタにしようかなと、<laughs> ごめんなさい。<laughs> ということで、あとこう宣伝なんですけれども、えっと n ン X に関しては会社があって。 でプラスという商用の製品があって、エンタブライズ向けのサポートもありますと、でプラスの方にはあの機能、ロードバランシングの機能とかもやっていますし、これからです、ね、いろんなその新しいウェブの形にいち早く対応していくために、こ必要な機能っていうのをどんどんこう提供していきますよとで、情報も提供していきますよというところです。はい、でこれでで本当にあ終わりりりす。ああががととううごござざいいまましした。した。トラさん え、もう最初からあの話しますけど、アドベントカレンダー出ます <laughs>。はい、えー、もう変な冷や汗かいてますね。さ、まさか今日作ったものが興味つか、ばれるとは <laughs>、というところで <laughs>。はい、えっ、ー、とちょっと私の方からですね、あのー、ま、皆さんにというところで、エンジェックスでよく聞かれる三つの違いというところですね、こちらを。 えと私のほうからです、ね、3つほど出したいと思いますけれども、えー、とアパッチとエンジェックスの違いはというところは、もう田辺さんが今ちょうどご紹介いただいたとおりです、ここを実はあの用意してたネタが被りましたというところになります。で、他にですね、えー、とちょっと調子悪いな、よ,いしょ、えー、よく聞かれるのがです、ね、エンジェックスとソースコードのブランチの違いですね、えー、ここ意外と聞かれましてですね、えー 偶数のバージョンと奇数のバージョンどちらを使った方がいいのですかというふうに聞かれるんですけれどもえ基本的にはですねメインラインのブランチと呼ばれている奇数バージョンですねこちらの利用が結構推奨されていますえなぜならこちらの方にですねえ開発チームとしてはえ修正というところをあの細かく当てていっているのでこちらの方が実際に安定するという形ですねただあの技術的にですねえ え何でしょうアップデートですかバグフィックスというところはですね偶数バージョンにあまり当てずにえ本当に重大な問題だけを修正するというのがですねステーブルラインと呼ばれている偶数バージョンという形になりますのでえまあ塩づけで使いたいという場合にはこの偶数バージョンになるのかなという形になります。なので、ちょっとここのですね違いですねえぜひあのご注意いただければと思います。 え実際にイゴールさんから話を聞いたんですけれどもその際にもです、ね、安定するのはメインライン、えー、こちらを利用してほしいそういったです、ねえー、メッセージを実際に聞いております。でえー、とあとは NGX と NGX プラスの違いですね。 エンジェックスとプラスの違いというところですが基本的にコアになっている部分ですねコアはです、ね、基本ベースコミュニティ版と同じです、えー、メインラインのバージョンをピックアップしてフォークをさせてそこにです、ね、拡張モジュールを入れているようなそういったイメージになりますのでベースの動きとしてはほとんど一緒です。 基本的にはロードバランサーの部分であったりですそれからキャッシュの機能というところあとはです、ね、メディアストリーミングデリバリーと呼われる機能ですねここの部分に対してモジュール的拡張がされていてよりエンタープライズで使えるようになっているあとは無停止で設定の反映ができるそういったところも機能として加えられておりますのでいかに止めずに機能を拡張できるのかそういったところがです、ね、広がっているのがエンジェクスプラスという形ですね。 でそこにあと、サブスクリプションモデルです、サポートが付加されますというところのモデルになっております。でここ、ウェブから取ってきているんですけれども、OSS とプラスの違いですね、先ほどお話ししたロードバランサーのところですね、アクティブヘルスチェックですとか、セッションパーシステンス、あとは DNS サービスデリバリーインテグレーション、こういったところのです、ね、機能ですとか、あとはキャッシュの部分ですね、キャッシュパージというところの API が用意されている、こういったところが違いとしてあります。 えー、この他には、えー、オープン ID のコネクト SSO ですね、こういったところにも最新バージョンでは対応していたいですが、ここの部分のちょっと付加価値というのは増えている形ですね。アクトはアクティブモニタリングですとか、やっぱりエンタープライズで使うために必要なあの拡張というのがされているのが特徴になります。ここはぜひ、ウェブページを見ていただければと思いますね、えー、簡単に飛ばしますけれども。 で最後にですねえ違いというところでですねもう一つ、ドキュメンテーションのところですね結構、ドキュメンテーションを見ていただくとこんな形でコミュニティ版ですと書かれているかと思います。でこの中にですね特にコマーシャルサブスクリプションというですね一番下のところにありますけれどもこのディレクティブについてはえプラスじゃないと使えませんというのがで結構書かれていたりもします。 でこういったところを実際にエンジェックスのですねドットコム側の方のドキュメントを見ていきますとこういった形で結構ちゃんときれいに書かれていたりもしますのでドキュメントも呼びやすいというですねこういったあのちょっとしたいいこともあるというのがプラスのところにはなります。というところですね簡単ですけれどもよく聞かれるポイントというところですね何が違うのかまあパッチとの違いですとかあとはそのメインライン、ステーブルラインの違いあとはプラスとの違いはどういったところですか。 まあプラスと違いと聞かれたときには、私はもう、特にロードバランサーのところはかなり強化されてますよというところでですね、ご紹介させていただいている形になっております。はい。というところで、私のえライトニングトークは以上となります。で、最後にですね、ご紹介したいのが、ちょっとこれを立ち上げてからすごく調子悪くなってしまったんですけれども、こちらですね、エンジン X のアドベンドカレンダーですね、Kita の方にですね、え、ー 作りましたですので、えー、皆さん是非です、ね、ぜひエンジン X の記事をです、ねえー、書いた際にはです、ね、こちらにです、ね、共有いただければです、ねえー、皆さんがきっと見ていただけるという形になりますので、えー、どんどん記事をです、ねあのー、拡充していって皆さんで共有をし合ってそしてです、ね、より、あのー、皆さんがエンジ X を使えるわというところをです、ね、広げていければと思っております。 田辺さんもここにいろいろと書いていただけるのかなと思っております我々もですね、どんどんここに寄稿していきたいというふうに考えておりますのでぜひ皆さんご活用いただきますようお願いいたします、えー、キータでアドベントカレンダー ENGX で検索いただけるとすぐ見つかると思いますぜひ皆さんご活用いただければと思いますよろしくお願いいたしますはい。<laughs> ではですね、この後懇親会の方を行いたいと思います